皆さんこんにちは、千葉スタイル TV 島津です。今日は、居酒屋フラリ横丁さんに取材させていただきます。今から伺ってみたいと思いますので、皆さん行っちゃいましょう。こんにちは。皆さん千葉スタイルです。この格好を見ていただければ分かるかと思うんですけれども、フラリ横丁さんのですね、どういったコンセプトがある居酒屋さんなのか今からご紹介させていただきます。実はですね、もう私の格好を見ていただければ分かるんですけれども、見てください、懐かしくないですか。皆さんね、こうやって学校に出勤してですね、あの皆さん、あ、灰皿ね、タバコとか吸わないですよね。一応なんで、あのこう小学校をテーマにした居酒屋さんなんですね。なんでこう懐かしいアイテムとかがいっぱいあるんで、書道ですね、なんか絵なんか描きましたよね。あともう体操着とか黒板まであると。どこにか学習帳、連絡帳なんて書きませんでした。皆さん、こういったね、懐かしい空間でこう小学生のね話に、あれとかいいんじゃないですか、同窓会とかでこう小学校の雰囲気を楽しみながら、こう昔話に思い出を咲かせてみてはいかがでしょうか。さらにあのフラリ横丁さんのですね、面白いところはこちらに入っていただくと分かるんですけれども、見てください、この懐かしいね、ちょっと昭和のイメージを残しつつで、漫画がいっぱいあるんですよ。すごい量ですよね。僕漫画大好きなんですけれども、こういったね漫画を読みながら、こう自分のね、この漫画面白いよなんていう話をしながら、こう仲間と飲むのも面白いですよね。あとこれ見てください、懐かしくないですか、ミルメイクもあるんですよ。他にもあのソフト麺とか昔よく給食で食べたねメニューも味わえるお店なので、ぜひ皆さん、フラリ横丁さんに来てください。千葉スタイルでした。